ってるの？なんでこんなに暗いんだろう。あ、ミルキー、どうやってカゴから出たのかしら。やっと捕まえてくれたんだ。サムチン、なんでそんなに怖がってるの？レインボーフレンズみたいにいたずらするんだよ。困ったな、どうしようか。迷路を作ればすぐに出られなくなるかも。そうだね、難しい障害を作ってやる。こんにちは。ハムスターの迷路を作るのは久しぶりね。このおしゃれな模様を使うつもりよ。ララララ。え、模様？塗装するんじゃなかったの？じゃあ両方とも使おうか。壁と床を加えれば最初の部屋の完成。わあ、すごい。じっくり見なきゃ。ここから迷路に入るんだ。あ、障害物のためのスペースがいっぱい。ここが出口か。ミルキーはレインボーフレンズに夢中だから、最初の部屋にキャラを置いてみようかな。切り取ったら小さな箱に入れてっと。すごいと思ったら高評価してね。ガオー、捕まえるぞ。グーまでグルになってるの。ごめんごめん。これで最後。よしよし、怖がらせてやるぞ。入り口には受付をつけて。レインボーフレンズはカラフルなブロックが大好き。ゲームみたいに中に玉の入った箱を用意したの。わー。あー、こぼしちゃったじゃない。これでいい？ブルー？そう、まあいいわ、貸して。あー、ここに置いて目印にしよう。次は何？危険なキャラ？てかな。いや、ふわふわなポンポンよ。あー、柔らかい。もうやめてよ。それじゃ障害とは言えないよ。大丈夫よ、たくさんあるから。し、面白いものを見てみる。ここに埋めちゃえ。サムチン、見て。うん、いいんじゃない。簡単に怖がるからからかうのが楽しくなっちゃう。滑っただけだよ、僕は怖がりじゃないって。そうかしら。おしゃべりをしている間に最初の部分が終わってた。じゃあ次の部分を始めよう。最初の障害物はスプリングのトンネル。うわー、虹色のスプリングだ。イエーイ。スーが取り付けてる間に高評価ボタンを押してね。うん、他の部屋はどうするの？トンネルを通ってパイプの迷路に入るの。ほら、うん、失敗。パイプなら専門家のマーリオンじゃなくてサミオンに任せて。よし、もう一度締めれば出来上がり。あー、すごい、ナビなしじゃ出られなさそう。このトリックを見て、ほら。わあ、登れば進めるはずよ。めっちゃ楽しい。次のシーンで会おうね。よし、これだったら落ちないわ。2階建てなの？マジで？時間をかけさせたいでしょ？そのためにやってるのよ。障害をたくさん取り付けなきゃ。子供用の滑り台じゃん。ほら、簡単。滑り台が気に入ったら高評価してね。元に戻して。次はメカニズムの番。え？メカニズムって言った？うん、回転式なの。見てみよう。よし、うまくいった。もっと障害を取り付けなきゃ。ほら。これでよし。これで三つ目の完成。この滑り台から次へ進むの。皆様、四つ目の場所です。少々お待ちを。ではもう一度、四つ目の場所です。どうも、どうも、僕のデザインなんです。まずは吊り橋から。下には危険な杭があります。何言ってるの、柔らかいじゃない。盛り上げようとしてるんだよ。そうなの？わかった。その後は回転するローラーを下って、鉄の
デコボコエム。これは単なる模様で、ダンボール製よ。なんてこった、またそんなこと言って。うん、ごめんごめん、続けて。うん、その後、4つの壁を通り抜けたら、ようやく次の場所へ。次は二重底の部屋よ。このトンネルを通過したら、じゃーん、障害がない、ストライク。僕は頭がいいな。なんで箱を動かしたの？いいじゃん、床に何か敷くと思ってたんだ。穴がいっぱいあるから。わざと穴を開けてあるのよ。箱を避けながら床の穴にも気をつけなきゃならないの。どうやって思いついたの？スーを高評価してあげてね。よし、この場所も完成。でもまだ終わりじゃないわ。すごい、背中のマッサージにぴったり。よし、設計通り作動してる。ここを通って階段を上がって2階へ行くの。そして次は、よっ、これを飛び越えてっと、よっ、こんな感じ。そんなに高くジャンプできないから、ここを通るはずよ。じゃあスプリングを貸してあげれば。どこだっけ、うん、あった。どう？うん、そうね。ジャンプする姿を見たいな。ジャンプしないって。でもそのアイデアはここで使ってみよう。うわー、3階建てなの？こんなに高くて大丈夫？なんだか嬉しそうね。2階に障害物を取り付けて。ミルキーは頭がいいのに単純な障害で平気なの？じゃあもっと難しくしよう。これでいい？ここにはキノコの車輪を取り付けるの。持ってきて。あ、キノコの車輪？うん、わかんない、これしかなかったよ。はい、どうもありがとう。どうするんだっけ、別の方法にしよう。あ、これだ。3つ取り付けなきゃ。すっごい、最高。僕も何かやらなきゃ。見て、あともうちょっと。うわー、すんごくおしゃれ。障害を用意したから整理して。もちろん。その間にミルキーを見てくるね。ここに取り付けて。あ、どうしたの、大丈夫？ミルキーにクラッカーでやられちゃった。かわいそうに。次はバネ人形を作ろう。これだったらびっくりするわ。これだけいれば簡単に通れないでしょ。うわー、最高、気に入っちゃった。早く試そう。ほら、来て、ミルキー、こっちだよ。大好きなおやつだったら喜ぶわ。ここに置くわよ。ほら、ね。来た来た。全部終わったから始めるよ。最初の部屋は虹色の入り口。箱のキャラには気を取られなかった。はあ、慣れるまで待とう。ふわふわポンポンに突入。怖がらせちゃおう。怖がって回し車のやり方を忘れちゃうかな。あとちょっと、頑張って。トンネルにたどり着いた。イエーイ、早かったわね。あー、パイプだ。頑張って難しくしたのに、あー、ズルして通り抜けていった。落ち着いて、頭がいいからすぐにバレたのよ。あともうちょっと。よし、通れた。あ、滑り台気に入ってる。もう一度下がって。ちょっとダイエットした方がいいわね。ここでトレーニングしてればすぐに体重が減るって。滑り台を登って次の場所へ。わあ、私だったら怖くて渡れない。ミルキーは僕に似て勇気があるから。頑張れ。今のところかなり上手に早く進んでる。鉄のデコボコも簡単に通り過ぎちゃった。うん、この先どうなるか注目だね。あ、どんどん進んでる、見て。あ、何を考えているんだろう。
脱出してサムに仕返しすることかも。え、でもこのチューブを作ったのはスーじゃん。わかった、ミルキー。僕だけじゃないからね。気をつけて。落ちるところだった。あとちょっと。よし、ゴーミルキー、ゴーミルキー。あ、背中をこすられるぞ。ねえ、見てた？やっぱりすごい。次は何？スプリングはどうかしら。うん、気をつけて。足がはまるところだった。なんでそんなに心配してるの？もうすぐゴールじゃん。体を曲げてうまく通り抜けてる。どこに行くの？あ、やばい、壊しちゃった。後で直せばいいわ。あ、ズルして下をくぐっちゃった。もうすぐ脱出できるね。行き止まりに突き当たっても正しい道を見つけられるし、レインボーフレンズがいっぱいいる。簡単に通り抜けたぞ。あー、イエーイ。やったー。もう僕を脅かさないでね。こっちよ。最後まで見てくれてありがとう。ハムスターの動画をもっと見たかったら高評価してね。このチャンネルを友達にも教えてね。頑張れ、インポスターを見つけるんだ。もう、そっちじゃないよ。ね、何叫んでるの？そう、ダメだよ。ミルキーは全然覚えれないんだ。そんなことないんじゃない？どれどれ、単にモチベーションが必要なのよ。これはどう？応援と、ちゃんとしてるよ。一番大切なのは、教えて。頑張ることよ。やりがいがあるわ。行こう。何それ。わかったよ。こんにちは。みんなはアマングアスが好き？テッドも好きだよね。今回はハムスターのでっかい迷路を作るんだ。イエーイ。インポスターにクラフトを邪魔されなければいいんだけど、準備はいい？スケルド号へようこそ。よし、スケルド号の宇宙船マップを作ってみよう。これはアマングアスの中でも大人気のマップなんだ。今日はゲームのことをたくさん学べそうだわ。僕に任せておけば大丈夫。わかってるわ。ねえ、この壁のちょっと不気味じゃない？ねえ、壁なんて見たらインポスターに捕まっちゃうよ。うわ、ゲームに凝りすぎよ。インポスターなんていないわ。本当に？じゃあこれは何？どうしたんだろう。ちゃんと調査してみれば。インポスターのせいだよ。そこら中にいる。なんで僕のところに。うわ、インポスターに似てるからじゃない？見て、サムチン、これはどこだと思う？だよね。よし、クルーをチェックしなきゃ。それも大変じゃない？インポスターは秘密のハッチでクルーをここにロックするから。うわ、そっか。迷路にはハッチがないからミルキーは大丈夫だね。うん、大丈夫。インタラクティブマップを用意してくれた？うん、他のもすぐにわかるよ。武器庫の通路まで作ってくれたの？おまけだよ。武器庫は大好きだから。そうか、ミルキーは武器庫の近くを歩くのが好きかな。コントロールしようとするかもね。小惑星をクリアするのは大変だけどできると思うわ。急がなきゃ、ミルキーがトレーニングを忘れちゃうよ。わかったわ。常にペットの安全を考えてね。
この通路がどこに通じてるか知ってる？酸素室だよ。でしょ？うん、でもみんなに聞いてたのよ。みんなも知ってるはずだよ。一番大切な部屋だから。あ、植物忘れちゃった。かなり狭いけど、宇宙船に酸素を供給する植物があるの。このチューブで酸素を他の部屋に送るのよ。すっごう害だ。酸素フィルターが壊れてるよ。サムが助けを求めてるから行ってくるわ。またサムチンのいたずらに騙されちゃったわ。冗談だよ、スー。酸素と水のフィルターの違い知ってる？わかったから、クラフトに戻るわよ。いいじゃん。コースは誰が決めるの？操縦室だ。やっぱり宇宙船をコントロールしなきゃね。次は宇宙船の前の部分を作るわ。ゆっくりね、スー。遅すぎ。もっと左。よし。サムチンが手伝ってくれるならもっと早くできるわ。ここはできたから次の部分に行ってみよう。ああ、見て、サムがもう次の部分作ってくれたみたい。どこにつながってるんだろう。また武器庫なの？シールド室だよ、まったく。ああ、そうか。私は専門家じゃないから。実は、僕もバイキングのような盾があると思ってたんだ。それが騎士の。そうか。ミルキーは気に入ってくれるかな？ちゃんと迷路のトレーニングをすれば、すごく上手くなるはずだよ。ダメかも。迷路に入れば頑張ってくれるわよ。他にも宇宙船の前の部分は残ってるの？やばい、まだ2つある。コミュニケーションだ。それと倉庫、大きな部屋。じゃあ私が倉庫を作るからコミュニケーションを作って。うん、頑張るよ。じゃあ魔法を使っちゃおうっと。ありがとう。そっちはもう終わったの？もちろん、僕はプロだからね。あんまり大切な部屋じゃないし。でも通信妨害があるかもしれないから気をつけて。大丈夫だよ、僕は騙されないから。じゃあ任せるわ。次に行ってみよう。次の場所はかなり近いけど、どこだと思う？助けて、妨害だよ、何も見えない。変ね、ワイヤーがかなり緩くない？言ったじゃん、インポスターだよ。早く終わらせなきゃ。もうすぐ作り終わるけど、この部屋何のため？みんなは知ってるよね、電気室だよ。そうか、だからワイヤーがたくさんあるんだ。スーが寄っている間に先に進んじゃおう。あ、何か見せたがってる。ここが電気室よ。じゃあちょっと来て。じゃーん、ここがエンジン室よ。どんどん作ってみよう。僕はエンジンを作っておいたよ。イエーイ。どっちが下か見てみるね。見た目が同じだからあまり気にしなくていいわ。これにしよう。これだったらミルキーも中に入れそうね。面白そう。何か発見できるかな。快適だといいけど。大丈夫よ、考えてあるから。じゃあ次は別の部屋を作ってみるわ。ちょっと待ってて。警備室とリアクターのどっちにする？じゃあ警備室から。インポスターを見つけなきゃ。でもすっごくずる賢くて頭がいいよ。サムチンはかなり興味があるみたいね。なんてこった、そんなことはないよ。冗談よ。でも誰のいたずらか分かってるわ。本当？じゃあ教えて。ちょっと待って、確認するから。ね、クラフトに集中しよう。サムチンは仕上げてくれたの？もちろん、余裕だよ。よし、大事なリアクターを取り付けよう。じゃあ次は？もちろん、次は医務室だよ。ここではミルキーをスキャンしたり、怪しい液体を分析するんだ。
コーラもチェックしてみよう。じゃあベッドを置いてみよう。持ってきて。わかった。ちょっと待ってて。よんよろろろん。ねえサムチン、ベッドが一つ足りないけど、なんで？インポスターだよ、またやられたみたい。でもサムチンの部屋の枕の下にあるんじゃない？なんで知ってるの？もしかしてバレてた？インポスターの正体を暴露、サムチンだったのね。バレちゃったか。でも楽しかったでしょ？騙すのが上手だったわよ。医務室は完成。次はゲームを開始する場所の番だよ。ゲームはカフェテリアから始まるんだ。もう窓は仕上がってるみたい。すっごくよくできてる。もちろん僕が作ったからね。すごいでしょ。サムチンってすごく器用なのよね。スペースがたくさんあるからミルキーも気に入ってくれるわ。食べ物もあるよ。ゲームみたいだね。そうね。でも何か足りないわ。よし、じゃーん。こっちの方がおしゃれでしょ。うわー、すごい。その間に上のエンジンもセットしておいたよ。迷路のパーツが全部できたから次はセットしてみよう。行くわよ。よし、ミルキー、頑張れ。トレーニングを思い出すんだよ。さあ、緊張してきちゃった。大丈夫よ、きっとうまくやるわね。よし、スタート。カフェテリアで全然止まらなかったよ。すごい。ミルキーは好奇心旺盛で冒険大好きなの。そうだね。あ、酸素室に入った。他の道を探してるみたい。飼い主と同じで頭がいいわ。そっちは行き止まりだよ。すぐ手伝おうか。平気よ、宇宙船をチェックしたいだけ。終わったらまた進むわ。頑張れ。あ、近道を探してる。頭がいいわね。少し迷ってるんじゃない？ほら、緊張すると指を舐めるんだ。もっと信じてあげなきゃ。可愛い弟子なんだから。よし、頑張れ。大丈夫だよ。習ったことを全部思い出すんだね。ちょっと励ましただけで素早く動き出したでしょ。うん、コミュニケーションルームから連絡しようとしてるのかも。いや、ハムスターは鼻がいいから自分で脱出できるわ。見て、頑張れ。躊躇しないで直感を信じて。この迷路をクリアしたら美味しいご褒美が待ってるよ。あ、ワイヤーに気をつけて。僕も何回か絡まっちゃったから。え、数百回じゃなかったっけ？もうすぐ、みんなに言わないでよ。まあ冗談だけど、サムチンってワイヤーが結構苦手よね。うん、見て、警備室に入ってる。次はどうするんだろう。いつものように周辺を観察してる。そっちじゃないよ、集中して。もうすぐだから。もうちょっと待ってあげれば。ほら、わかったでしょ。よし、行け。もうすぐだ。今度は医務室だわ。休憩したりテストしたりするかな。
健康状態は完璧、続行可能。おめでとう、無事に目的地に到着。お疲れさん、食べていいや。緊張した。頭がクラクラする。また大げさに、インポスターには騙されないわよ。ちゃんと手伝ったじゃん。まあそうね。今日のクラフトが気に入ったら高評価とチャンネル登録をよろしくね。インポスターもクルーもみんなは最高。バイバイ。それ何？スー、邪魔しないで。ジンジャーのウォーターパークを作ってるんだ。え、溺れちゃうわよ。シュノーケルをあげるんだ。ダメよ、じゃあウォーターパークを一緒に作ろうか。いいよ、名誉を君と共有するよ。こんにちはみんな、今日はハムスターのために夏気分を盛り上げる素敵なウォーターパークを作るわよ。でもスー、ダンボールの海に溺れるってことじゃないよね。ウォーターパークを作るのに必要なパーツよ。余計なものは省いて、これで始められるわ。さっきよりいいね。始めよう。これは何？まずはエレベーターよ。これは土台。グルーガンで接着剤をつけるの。みんな、熱いから気をつけて。そして、こうやってくっつけるの。できた。次は正方形の枠よ。これ、こういうのがいると思ったんだよ。プロの経験だね。ありがとう、サムチン。いいわね。これは下の枠、土台にくっつけるの。これは4本の支柱のうちの1本、それぞれ接着しましょう。スー見て、バランスだよ。うわー、ダメだ。大丈夫よサム、あなたって何でも楽しむのね。最後はここ、完成。次はエレベーター室を支柱の間に入れて。うわー、本物みたい。神社も気に入るね。外を見られるようにアクリルガラスを使ったの。上の枠はここ。これがエレベーターを動かす歯車。2つ使うのよ。上の枠の上につけるの。これは真ん中にくっつけて。よし、この小さいのは反対側の枠。エレベーター室にはこんなのもつけるよ。次はエレベーターの構造の下の部分。モーターがオンになって歯車が回ったらエレベーターが動くの。このボタンでエレベーターを上下に動かすの。モーターとつないであるの。ダンボールで全体の構造を覆いましょう。構造が面白いクラフトが好きな人、チャンネル登録と高評価してね。エレベーター完成。エレベーターの下と上の部分を紐でつないだの。動かしましょう。まずは上に、そして下に。うまく動くわね。エレベーターもいいけどさ、なんでウォーターパークにエレベーターがいるのさ。やばい、このダンボールのパーツ背が高い。そうでしょ、端がなみなみなの。何を作るかわかる？波が高いんでしょ？ウォーターパークの高い波？わかった、わかったよ。ウォータースライダー？そうよ、サムチン。何本作るかわかる？簡単だよ。多ければ多いほどいいね。そう言うと思った。でも限りはあるから、もう一度考えて。考えて考えてってさ、占い師じゃないんだからわかるわけないでしょ。答えは目の前にあるわ、サム。1、2、わかったよ、2本だね。その通り、ほらね。一つは波型なの。うわい、滑るよ。大丈夫よ、アイス棒で端っこを作るから。ところで、アイス棒どこにあったかな。捨てちゃったかも。
でも覚えてないよ。もうサム、最後のアイスだったのに。ふう、アイス棒見つけたわ。半分に切っておいたの。大丈夫だったじゃないっす。心配しすぎだよ。でも焦ったわ。さあ、はしごを作りましょう。みんな、ホットグルーには十分気をつけて。最初の一段目。ねえ、S、この空っぽの場所はこれでいいの？もちろんダメよ、危ないから。長方形の段ボールをかぶせるの。段ボールのここにも貼って、エレベーターとつなげるのよ。もう一枚。これはまだ作っていない、秘密の場所とつなげるの。安全第一だよね。神社が落ちないように柵も作らなきゃ。その通りね、サム。柵は秘密の場所の横につけましょう。やばい！すごく高いよ！滑るよ！ダメよ！まだできてないんだから。気が変わったよ！スライムには危ない！その方がいいわ。神社にだって安全じゃないわ。まずはプールを作らなきゃ。うわっと、興奮して聞いてなかった。巨大プールにしよう。神社には十分な大きさよ。深すぎたら怖がっちゃうから。いいじゃない。ありがとう。ねえ、何にくるまってるの？ちょっと返してよ。新しい毛布だよ。柔らかくて暖かい。プールにぴったり。神社は本当の水には入れないから、ポリエステルの中綿で代用するの。わかったよ。でもこの LED ライトは僕のだ。絶対。なんなの？スー、助けて！ LED ライトはもういらないって思ったけど。ふぅ、自由だ。いいよ、あげるよ。他にいいものを探すからさ。よかった。このライトでプールを照らせるわ。うわぁ、クールだね。スー、僕もこのプールに入っていい？もちろんよ。ジンジャーもいいって言うはず。はぁ、気持ちいい。雲の上で寝てるみたい。ウォータースライダーを滑ってプールで泳いだらリラックスしたいでしょ？だからリラクゼーションゾーンを作るの。はい。うわ、今回は早かった。リラックスタイム。どこに寝るの？サム、私だって疲れてるのよ。ココアをくれない？あら、ありがとう。これで休憩できるわ。ああ、クールだね。みんな、ちょっとだけ待ってて。みんな、巣を見た？どこか行っちゃったんだ。いいや、自分でやろう。サム、私を置いて始めたの？ひどいじゃない。時間を無駄にしたくなくてさ、神社が待ってるから。ふーん、じゃあ一人で作る？私がいなくてもいいものね。違うよ、そんなこと言ってない。これ取ってよ。冗談よ、もちろん一人にはしないわ。ところでこの部分うまく作ったわね。もうすぐ完成よ。次が一番面白いところだ。長い筒だよ。ジンジャーが通るところを早く見たいよ。イヒヒン。これは丸いスライダー。ジンジャーのためにユニークなものを作りたかったの。うん、思いつかなかったよ。僕には小さすぎるのが残念。最後の箇所。よし、できた。このスライダーも高い。下から見てるだけでめまいが。痛い。でも大丈夫。心配いらないよ。安全のためにここに柵をつけましょう。ここにも。これでいいわ。最後はこの2つのセクションよ。土台は1つ。でもいくつかに分けるの。段ボールの仕切りもね。ここにグルーをつけて。よし、仕切りはここね。プールにしては小さすぎだね。すー、これは何なの？実はまだ決めてないの。何を入れるか考えてくれる？僕、天才だから、いろいろ思いついちゃって困るよ。それは大変ね。じゃあまず、全部のセクションを合わせよう。すー、神社はここからどうやって降りるの？飛び降りるの？飛び降りちゃダメよ。吊り橋をかけるの。そしたら、ジンジャーがスライダーから丸いスライダーに行けるの。テストしてみよう。100点。上でジャンプしても大丈夫。君が遊んでる間に僕は仕事してるんだよ。サムチン、怒らないで。飾り付けを手伝ってあげる。これで休憩ゾーンがいい感じ。ジンジャーのおやつも隠しておくわ。木も植えないと。
パーティーしよう。イエーイ。神社を砂に埋めないでね。ここには何を置こう。いいアイディアがあるよ。当てて。ああ、わかった。ジンジャーと私、ビーチバレーの強いチームになるわ。勝負するサム。あとで、今は、ああ、このデッキチェア、いいね。どこから持ってきたの？それ、ジンジャーのよ。デッキチェアと合うテーブルよ。まだ足りない。僕なしじゃちゃんとできないんだね。そう、じゃあ日よけの傘も置いて。テーブルに美味しい食べ物もね。あとこれ、はしごとフラミンゴ、甘いドーナツ。フラミンゴは多ければ多いほどいいわね。あと小さな傘もね。大きな柵でウォーターパークを囲って。みんなすごいでしょ。全体を見せてあげる。ハムスターの神社のためのウォーターパークが完成したよ。神社に水着を着せなきゃ。水着はいいの、神社遊びたいって。神社、上の階に行きましょう。うわ、登れたね。神社最上階にいるよ。見てサムチン、波形のスライダーを選んだわ。気をつけて。柔らかいボールを入れてよかった。神社気に入ったみたい。うわ、はしごを登ったよ。そして袋のおやつを見つけたわね。お腹が空いてたのね。おいしい。もう一度プールで泳ぎたいみたい。そうみたいね、サムチン。見て、違うはしごでもう一つのスライダーを滑るみたい。わーい！イエーイ！ジンジャー、楽しんでる？吊り橋を渡るみたい。大丈夫、怖がらないで。スー、神社反対側まで渡ってるよ。うわあ、うまく筒に入れるかな。やばい、入ったよ。頑張れ神社。動きが早いわね、すごい。あとちょっとでプールよ、ジンジャー。やったね、ジンジャー。スー、僕にも同じプールを作って。羨ましいよ。ジンジャーのプールで遊んでいいって言ったでしょ。ジンジャーが次はどこに行くかしっかり見なきゃ。ビーチバレーがしたいみたいだよ。スポーツにはそんなに興味がないんじゃない。うわ、次はどこに行くのかな。デッキチェアでくつろぎたいんじゃない。うんうん、違うわね。ジンジャー、よくやったわ。楽しかった。ジンジャー嬉しそう。すっごく楽しいし、トドで入れるし。あなたもペットに喜ばせるためにウォーターパークを作ってみて。僕たちを喜ばせるために高評価とチャンネル登録もよろしくね。バイバイ。バイバイ。
みんなこんにちは。見てわかると思うけど、今日はハムスター用の5階建ての迷路を作るよ。やったーっす。僕とっても忙しいんだよね。出来上がったら呼んでー。わかった、サムチン。でもこれはシンプルな迷路じゃないんだ。レゴの迷路になるの。上の階から始めようか。一番簡単な階ね。まずベースを作らないとね。1階のこんな感じ。最後の階以外どの階にもこんな感じの穴が必要だよ。ハムスターが別の階に移動できるようにするためよ。さて、壁を作ろう。一つ目の列は長いピースを使うといいよ。さて、地下のピースをつなげていこう。こうしたら出来上がりが崩れないで済むよ。いろんな色を使うといいね。下の階の分かれ目部分にレゴを置くと強化されるよ。ハムスターの城の壁を完成させます。よし、できた。上の部分は要塞みたいな作りにするね。これでアンディが騎士気分を味わえるようにするんだ。端っこに明るい灯籠を灯そう。うん、いいね。そしたら次は中の部分を作っていくよ。まずここにゴールの窓。それからちょっときついかもしれないけど、ここにもこんな感じにレゴを入れていくね。次のステップは壁。窓に合わせて白にしよう。やったー！最初の階が完成。うん、なかなかシンプルでしょ。でももっと難しくなるよ。あと4階あるからね。はぁ、思ったより大変だったな。でも5階建てのレゴ迷路ができたよ。虹色のレゴ迷路なんだ。一つ目の層は紫、それから緑、黄色、オレンジ。一番大きな階は赤だよ。一番簡単な階は一緒に作ったよね。だからみんなもどんな感じかわかるんじゃない？それじゃ二つ目の階を見ていこうか。緑だよ。アンディはスタートゾーンから入って道を進んでいくんだ。それからトンネルを通って二つのハードルを乗り越えるの。それからこの短い道を通ると3階に到着するんだ。色は青と紫に分かれてるよ。アンディがここに来たらドアがお出迎え。ようこそ。ここはくねくね進む屋根付きエリアだよ。ここで眠くなっちゃわないといいけど。ここでは柔らかい髪でアンディが休息を取れるんだ。三つの階を乗り越えたら休みだって必要だよね。それから一番鮮やかな階に到着。これは実験室だよ。これは4階。慎重に柱を避けてお花の生えた道を通るんだ。うん、いい匂い。それから私のお気に入りの場所、巨大シーソー。それから窓の王国に到着するよ。窓、バリア、窓、バリア。そしてこの階はおしまい。門を通り抜けて最終階へ。さあ、この階大好き。休憩用にここにもふわふわエリアを作ったよ。じゃじゃーん、5つ目の鮮やかな迷路です。アンディはウォームアップでくねくねの通路を通って巨大ラビリンスに到着。それから障害物コース、虹色のふにゃふにゃトンネルを通るとエレガントな出口。ああ、いい感じ。早くアンディに試してもらいたいな。でも明日にしよう。私ちょっと疲れちゃった。寝る時間、おやすみみんな。この要塞はなんだ。なるほど、探索してみよう。よし、静かに。みんなを起こさないように。迷路みたいだな。ま、僕頭を使うの好きだしな。耳かゆ。それに僕レゴも好きなんだ。ここ入れるかな。ま、もちろん入れちゃう。当たり前だよね。よし、次の階だ。何があるかな。ジャンプ。
このトンネルは素敵だね。僕にぴったり。レゴってハムスター向きなのかな。いいね。よし、僕うまくやれてると思うな。あ、次の階に行くドア、これは簡単だったな。ラララッタラーン。もうドア大きくできなかったのかにゃ。はぁ、この階はちょっと難しいな。はぁ、ちょっとお休み。タタタタ。よし、出口を探そう。あぁ、ここ暗いな。あぁ、間違えた。おっと、ここだ。僕のハムスターの勘が出口は近いって言ってるよ。あ、発見！次の階へ行ってみよう。わあ、鮮やか。なんか実験室って感じ。うわ、おはにゃー。うんうん、悪くないけど、僕、イチジクの方が初期だな。わ、ここにはアトラクション。イエーイ。この回はなかなかいろいろあるな。リュートが分かるまで時間かかっちゃう。いっぱい曲がり角があって頭がぐるぐるしてきた。やりよるな、レゴ。でも僕ゴールできた。レゴもいい仕事してますな。でも僕の方がお利口さんだもん。最後の回でよ。シンプルな通路、いざ。ジャンプ。誰も見てない間にね。周りにはいろいろあるね。考えないと。よし、進み続けよう。あの白い通路に行かないと。もうすぐだ、走れー。もう夜中に運動するつもりはなかったのに。イエーイ、あのトンネルは変だな。でもいざ。素敵な迷路だね、レゴ。僕、レゴ迷路のアイディアが浮かんできちゃった。よし、電車に乗りやないと。つー、アンディはどこ？こんなメモを見つけたんだけど。おう、サムチン。アンディは夜中に起きて私たち抜きで迷路を攻略しちゃったみたい。なんて書いてあるかな？うわぁ。アンディはレゴのオフィスに行って、新しい迷路をテストするんだって。でもじゃあ誰が僕たちの迷路を試すのさ。わかった。隠しカメラをチェックしよう。うめえや。バイバイみんな。またね。ねえ、もう待ちきれないよ。はいはい、サムチ、もうちょっと待って。はーい。ララ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 。いつ始めるのさ。あとで。まあ。スージー、時間だよ。時間って何の？ハムスター工作の時間さ。ああ、そうだったわね、サム。やあ、みんな、ダンボール工作の王様サムの登場さ。そして、素晴らしいアシスタントのスー。やあ、みんな。ほら、早くどいて、国王陛下。ダンボールを広げるわよ。へへー。それで何を作るの？迷路よ、迷路。ハムスターの王様迷路よ。わあ、聞いたことない。いつでも始められるよ。何すればいい？あら、陛下も手伝ってくれるの？光栄ですわ。見てわかる通り、今回は2階建ての迷路よ。ハムスターがゴールできたら王様になれるの。ま、僕が一番偉大な王様だけどね。それは迷路を通り抜けてから言うのね。みんなは迷路を解くのは得意かしら？コメント欄で教えてね。楽しいゲームだってわかるように、いろんな色で飾りましょう。これって勝つのが目当てじゃないんだ。そうよ。大事なのは楽しいこと。勝つことじゃないわ。ハムスターが楽しんでくれるのが一番よね。そういうものかな。途中の仕掛けは考えた？
うん、あとちょっとでね、すぐ戻るよ。もうサムったら。さ、土台が出来上がったわね。じゃーん、ここからもっとすごくなるわよ。サムったらどこ行ったのかしら。まあいいわね。まずは基本中の基本、段ボールの仕切りから。何の音かしら。バリバリ言ってるような。そうです。あ、いや、ちょっと待っててね。サムッチ、勝手に何食べてるの。お昼食べたばっかりじゃない。迷路の材料を用意してるのさ。まあいいわ。この迷路はみんなの好きにいろいろと作ってみてね。ただハムスターの体の大きさに合った迷路にしてあげて。そうそう、快適そのものの迷路なのさ、今作ってるからね。サムッチ、お菓子まみれじゃないの。これポテトチップスね。その通り、これが迷路の素材さ。大きな筒？サム、全部食べちゃったの？うん、全部じゃないよ。僕は優しいからスーの分も取っといたのさ。それはそれは、ありがとう。でも面白いわね。これはこことここにくっつけましょうか。やったね。でもなんか段ボールばかりで飽きちゃうな。サムチ、あなた段ボール工作の王様じゃなかったっけ？いや、まあそうだけどさ、他のものも見たいじゃない。そうだよ、ちょっと行ってくる。ちなみにみんな、迷路の仕掛けにもってこいの材料を知ってたらコメント欄で教えてね。私は段ボールの壁を作り続けることにするわ。これは使えるかな。ハンドスピナーか。回転扉に使えるかも。楽しそうじゃないか。じゃあこのハートと一緒につけてあげて。ちょっとそれ僕のじゃないか。まあ、ちゃんと使ってくれるならいいけどさ。みんな、ハムスターのための回転扉を覚えているかしら。ハムスターの動画を全部見た人はコメント欄で教えてね。はいはーい、真のお届けです。あら、これは使えそうね。そこら中に散らばってたよ。何でもリサイクルしろって教えてくれたのはスーじゃないか。嬉しいわ、サムチ。覚えててくれたのね。このシーンはここにつけよ。ハムスターのためのちょっと変わった仕掛けになるわね。これもおしまい。わあ、でもでも何か足りないような。うん、わかった。サムチ、はしごがいるってことかしら。うん、違うんだ。でもはしごも作った方がいいかもね。わかったわ、仰せのままに。王様、はしごはもともと作るつもりだったのよ。ハムスターが登れるようにしてあげないとね。木の棒を組み合わせてっと。ハムスターが落ちちゃわないようにしっかりと接着剤でつけましょう。できた。お次は何をしようかしら。ペーパーシャワーたくさん。出口の近くに置いてあげてほしいな。ホールテープの代わりなんだ。さて、はしごのチェック、どれ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 。ふむふむふむ、問題なし。ふわふわの紙はここに入れてあげましょう。あとちょっと、迷路の入り口を作ってあげないと。それから上の仕切り、ここの穴を通ってゴールよ。あとはご褒美のおやつをいろいろ仕掛けて。そうそう、それがないと始まらないね。ハムスターは本当に落ちたりしないのかな。安全のために保護シートを用意したわ。こうしてしっかりくっつくの。スジスジ、それをしてる間に優勝カップを作ったんだ。すごいわ、サムチン。それだけ豪華な商品なら迷路を通り抜けてくれそうね。みんなもそう思うでしょ。賛成の人は高評価ボタン。こちらが我らの挑戦者、一定神社。見てす、神社すごいよ。そうね、サムチン。あら、神社、赤いハートが怖いのかしら。うん、ハンドスピナー気に入ってくれたみたい。やっぱりいい考えだったんだな。でも先を急いでるみたいね。おっと、行き止まり。スーが思ってるよりジンジャーは頭がいいんだよ。見て、僕のチップスの仕掛けだ。お菓子の匂いでそこに居座っちゃうかと思ったけど、気にしないで進んでるみたいね。
次の回まであとちょっと。はしごにたどり着いたよ。気をつけて気をつけて、落ちないでね。賢い子。二つ目のはしごにたどり着いたわ。でも今度はもうちょっと難しいわよ。神社おやつには目もくれないや。そうね。でも神社はゴールを目指してるわ。じゃん。よし。神社はまるで体操選手みたいだな。僕が教えたんだ。ちょっと、みんなに嘘は言っちゃダメよ。羨ましいくせに。あ、神社ゴールに近づいたよ。本当だ。ゴーゴーゴー。あれ、どこに行っちゃったのかしら。紙くずの中で見えなくなっちゃったわ。あー、やっと緑の中から抜け出したよ。そして次のおやつをゲット。わあ、すごい、ゴールしたわ。よくやったわね、神社。チャンピオン決定ね。みんなは今回の動画を気に入ってくれたかしら。高評価とチャンネル登録もお願いね。ジンジャーと私はもうちょっと運動するわ。バイバイ。なんだい、僕と競争しようってのかい？僕が勝つに決まってるのに。見せたいものがあるの。ものっていうより誰かよね。絶対びっくりするわよ。さあこっちに来て。あ、いたわ。また忍者タートルズ見てたの？これ大好きなんだもん。ちょっと誰かが会いたがってるわよ。一体誰？これが新しいペットの候補なの。うまくいけばいいんだけど。スプリンター先生、僕の無知な友達をお許しください。何？スプリンター先生、ただのネズミよ。彼女のことは気にしないでください。何にも知らないだけですから。あなたの想像力には本当にびっくりするわ。ちょっとどこ行くの？スプリンター先生、返してよ。ちょっと慣れてくれるかな。しつこくしないで、サム。怖がらせちゃダメ。怖がらせたりなんかしないよ。じゃあちょっと向こうに行ってくるから行儀よくしてて。はいはい。スプリンター先生、僕には修行する準備ができています。忍術を教えに来てくれたんですよね。でしょ？本当に学びたいんです。お願いします。サム、なんでしつこくしてるの？やめてって言ったじゃない。これは普通のネズミだから忍術なんて知らないわよ。けど頭はいいからちょっと見てみよう。はーい。これ何？工作やってるの？そうよ、サムチン。ネズミのための工作。スプリンター先生のための工作？いいね。ちょっと違うかも。それにスプリンターじゃないわよ。ここにある段ボールを使ってネズミのための迷路を作るわ。びっくりするほど早く出口を見つけてしまうはずよ。え、迷路？そうよ。ネズミはすごく頭がいいから、すぐに周囲を分析して脱出する方法を見つけてしまうの。面白そう。そんなの今まで見たことないよ。みんなももしネズミを飼っているんだったらコメント欄で教えてね。この迷路には何があるの？
外転ドア、トンネル、橋、シーソーみたいなもの手伝ってくれればわかるわよ。もちろん、絶対見逃したくないもん。じゃあ始めてみよう。ここにある部分があるでしょ。スピナー取って。スピナー、わかった。たくさんあるしね。その間にチーズみたいな形の回転ドアを作ってみよう。スピナーの石鹸じゃダメ？ダメよ、普通のスピナーじゃないと。わかったよ。チョコのスピナーはダメ？ダメよ、プラスチックのスピナー、普通のやつ。こんな感じの？うん、それでいいわ。ネズミのために僕のお気に入りのスピナーを犠牲にするのか。何言ってるのよ、それ半年以上使ってないじゃない。また細かいこと言って。はいはい、見て。三角形、チーズみたいだね。そう、これに色を塗るのよ。待ってて、これをくらえ。よし。よくやったわね。今まで頑張ってきた成果がやっと出た。スピナーをチーズの底に接着してみて。こんな感じで迷路の最初の仕掛けは完了。助手になるのは大変。単なる小さな棒じゃない。でも重かったんだよ。疲れた。じゃあ少し休んできて、その間にシーソー作るから。休んだらシーソーの作り方わからないよ。だったら見て、5つ棒を並べてみて。こんな感じ。棒と段ボールで作った部品を接着してみて。もう一つの棒に穴を開けて支えとして使って、この部分に串を通してみて。はい、やっほサム、これは迷路のためだから乗っちゃダメ。文句言わないの。これを見て。ん？これはフィールド？迷路の土台の部分よ。迷路がどんな感じになるかわかる？ここにチーズを接着してみて。シーソーはここ。橋はどうなったの？そう、橋は2つの部品でできてるの。ロールの形の土台はここに接着してみて。橋は3つの部分にグルーを塗るの。今のところ全然迷路に見えないよ。全部よく見通せるし。もう気が早いわね、サムは。最初に仕掛けを全部接着してから壁を作るのよ。これは何？トンネルよ。チューブの端にホルダーをはめてみて。トンネルの場所見つけられる？ちょっと待って。ここ？違うわ。じゃあここ。違うよ、サムチン。トンネルはここ。スーの計画なんだからわかるわけないよ。みんな、もっと動物のビデオを見たかったら僕のチャンネルに登録してベルのボタンを押すのも忘れないでね。バスケットボールのコートみたい。その通り、ネズミもスポーツ好きかもしれないでしょ。まあ、たくさんの選択肢があることだしね。じゃあここにスタートって書いて。そしてフィニッシュ。次は壁の番よ。穴がある壁と穴のない壁よ。もちろん入り口と出口も。
そして一番最後の壁、トンネル忘れちゃダメだよ。忘れるわけないでしょ。はい、ここに小さな門をつけないとネズミはここから出てきちゃうわ。うん、ちょっと何かを忘れてない？屋根のこと。覚えてるわ。こっちに来て、気をつけてカバーしてみて。ねえ、ネズミは呼吸できるの？もちろんよ、サムチン。空気穴がたくさんあるじゃない。はぁ、よかった。ゲストを連れてくる？今、ネズミが迷路に突入！門を閉じるわよ。どこ行くのかな？回転チーズドアを通過。やったー！バスケットボールコートに突入。プレイすると思う？橋に行くのかな？いや、行き止まりだったからチューブを通っていったよ。うん、もう少しね。うわあ、すごいジャンプ力。そして見事脱出。やったー。うん、すごい。普通のネズミにしては頭が良すぎるって分かってくれた？やっぱりスプリンター先生なんだよ。分かったわ、サムチン。喜んで忍術を教えてくれるはずよ。ネズミのための迷路が気に入ったら高評価して友達とこのビデオを共有してみてね。バイバイ。はどこかしら。あらまあ、昨日は散らかしちゃったわね。おはようさん。おはようサムチン。おはようゆっちゃん、ハミ、アシ。何かあったのす？私？何もないわよ。サム、ちょっと混乱してるだけ。見て、昨日こんなに散らかしたっけ？ああ、そうそう。気づかなかったよ。昨日は楽しかったよね。誰が片付けるのかしら。昨日は私が片付けしたし。すぐできるけどさ、ハムスターと一緒に遊ぶ約束したんだよね。あら、そうなの？アッシー、行ってやりなよ。アッシー、よっぽどサムと遊びたいのね。いいアイディアがあるわ。誰がお部屋の掃除をするかハムスターに決めてもらいましょう。本当に？どうやって？この間ハムスターの迷路を作ったの覚えてる？もちろんだよ。みんなはどう？ハムスターの迷路の動画を見たって人は高評価してね。楽しそうだけど誰が掃除するかをどうやって迷路で決めるのさ。ハムスターの障害物競争よ。あなたと私がそれぞれハムスターを選んで、あなたが勝ったら私が掃除して、逆ならあなたが掃除するの。まあ完璧だね。他の一匹が勝ったら一緒に掃除しましょう。どう思う？賛成。早速始めよう。はーい、みんな、ハムスターの障害物競争をやるのよ。どの子が勝つかで誰が掃除をするか決まるのよ。はーい、みんな。大きな段ボールがいるわ。今回は3匹の選手がいるから。これが3本のレーストラックよ。ところで陸上競技の競技場ってなんていうか知ってる、サム？スポーツスタジアム。忙しそうに何をしてるの？なんでもないよ。段ボールの巨匠の助けがどうしても必要なら呼んでよね。大丈夫よ、今のところ。変ね。ペットのものを作るときは大抵サムは横にいるんだけど、どうしたのかしら。どの子にしよう。君かな、アシー。それともユキちゃん。ごめんごめん、気を悪くしないで、ハミー。この壁は完了。土台につけて、できた。
ムチ、障害物を作るわよ。一番面白いところを見逃すわよ。最初のは滑り台よ。滑り台好きでしょ。ただいま。あら、帰ってきたのね。どこへ行ってたの？ハムスターレースでどの子を選ぼうか考えてたんだ。それで決まった？難しかったんだけど、決めたよ。今何してるの？ふわふわの選手たちの次の障害物。それ回転ドアみたい。そうよ、見て。これが3つずついるわ。そうそう。障害物をもうくっつけてるの？そうよ。僕もやりたい。残りの2つのトラックにも同じようにしなきゃ。どうかしらサムチン、なかなかいい出来よね。一つ気になるんだけどさ、迷路性がないよね。迷路性ですって？そうそう、障害物はあるけどさ、迷路っぽさがないんだよ。なんとなくわかるかも。壁を作って迷路っぽくするわ。最高だね。ねえサム、私が壁を作ってる間、どの子を選んだか教えてくれない？難しい決断だったよ。ハムスターは全員友達だからさ。だけど一人に決めなくちゃいけなくて。結局誰にしたのよ？ご来場の皆さん、僕の選んだハムスターを発表します。じゃーん。あら、サムチン意外だわ。なんでハミ？選んだんじゃないよ。みんな大事だったから選べないんだ。で、どうしたの？印で決めたんだよ。そうなのね。みんな誰が掃除をするかを印で決めればよかったのにって思ってるんじゃない？そうだね。でも思いつかなかった。だけどハムスターレースの方がきっと面白いし。その通りだよす。競技者のための障害物はあと一つ、はしごよ。木の棒が必要なの。サム、木の棒がどこにあるか知ってる？何？棒？あるよ。はい、棒だよ。ありがとうサムチン。他にはどんな動物がレースするの？そうね、まず思いついたのは競馬ね。イギリスでも人気があるわ。聞いたことあるよ。馬は走るのが好きだから自然だよね。そうよね、競馬じゃ意外性がないわよね。1個目のはしご完成。あと2つね。そうだ、犬のレースもあるよね。その通りよ。一番早く走れる犬種はグレイハウンド。あら、サム、物知りね。僕が動物好きって知ってるでしょ？そうね。最後の障害物ができたわ。はしごを迷路にセットするのを手伝ってくれる？もちろん、グレイハウンドみたいに素早くやるよ。でもハムスターよりは早くないわよね。ハミーより早くないって意味？後でわかるわ。見て、素敵な仕上がり。あー、簡単に通り抜けられる迷路じゃないよね。迷路を壁で覆わなきゃね。そうしないとハムスターが横から脱走しちゃうから。あとは仕上げよ。手伝ってくれる？もちろん。ねえサム、びっくりすること教えてあげる。ダチョウのレースって聞いたことある？ダチョウ？どうやって？ダチョウとダチョウの背中によじ登った人の競争なのよ。ダチョウの背中に乗るなんて難しくないの？ダチョウの背中に乗るのはそんなに難しくないんだけど、ゴールラインまで残っていられるのは少数ってとこかしら。だろうね。さて、プラスチックが必要よ。いくつか残しておいてよかった。透明だね。何に使うの？ハムスターたちがレースの準備をしているところが見えるようにね。サムチン、何をダラダラしてるの？ダラダラって？やることがあったら言ってよ。準備万端だから。それぞれのハムスターの入り口に名前をつけなきゃ。クリエイティブにやればいいんだよね。その通り。ちょっと待ってて。もうちょっと。僕は本物のアーティストだ。どうなった？見てみましょう。誰？あ、君か。びっくりしたよ。サムチン、ハミーのはユキちゃんとアッシーのより可愛いじゃない。不公平だわ。わかったよ、やりますよ。ふう、
みんなも僕も君がどの子にしたのか知らないよ。そうね、サムチン、難しかったけどユキちゃんに決めたわ。どうやって決めたの？いいよ。さあ準備万端ね、始めましょう。素敵な仕上がりだね。選手を入場させて始めましょう。ちょっと待ってね。こんにちは。ご来場の皆さん、ハムスターのレースにようこそ。今日の走者はゆきちゃん、アッシー、そして偉大なハミーです。サムったら。ハミーが勝ったら私が掃除、ゆきちゃんが勝ったらサムが掃除するのよ。が勝ったら一緒に掃除しようね。息についてよーいドーン。ドキドキする。ちょっとユキちゃん、何やってるの？アッシー、あなたまで。はあ、もうアッシー大丈夫？ルール違反してる選手がいるわ。もう一度始めましょう。始め。全員バラバラなスタートね。お気の毒だけど、アッシーがリードしてるわ。迷路を抜けたわよ。ハミーだって順調だよ。回転ドアに混乱しただけだよ。いたずらっ子のユキちゃんはどうかしら。悪くないわよね。回転ドアが好きみたいだね。アッシーもよ。ゆきちゃん頑張れ。戻らないで。あー頑張って。あダメだわ。あー足が進んでいきます。迷路をゆっくりと好奇心旺盛に。いけない、ハミーが遅れてる。勝者は足よ。ハミーが2を狙います。頑張って。椅子を乗り越えて。そしてゴール。頑張ったね、ハミー。ユキちゃんはどうしたの？彼女も出てきたいはずよ。はしごに差し掛かったわ。ユキちゃんが間もなく到着です。出ておいで、ゆきちゃん。ちょっと、どこへ行くの？迷路が大好きだから出てきたくないみたいね。かわいい子。よくやったわ、アッシー。ご褒美をあげないと。アッシーが勝つってなんだか分かってたんだよ。怒ってるの？違うよ。ハミーが勝ったとしても掃除を手伝ってたよ。あなたはいいお友達だものね、サムチン。みんな、今日の選手たちのことをどう思う？頑張ったわよね。そして私たちは掃除をしなきゃ。君もハムスターのレースをしたいなら高評価してね。他にどんな動物レースを知ってるかコメント欄で教えてね。バイバイ。どうしたの？みんな、今日はエジプトに行くんだ。でも、そんなに遠くまで旅行するなんて急に言われても。水着も水も用意したけど、何か忘れてるな。あ、神社だ。神社、急いで行くよ。スフィンクスの謎が僕らを待ち受けてるんだ。サムチン、一体何を企んでるの？エジプトにはピラミッドがあるって知らないの？すごく興味深いはずだよ。複雑な迷路、地下通路、危険な街道、金の山、そしてミイラ。神社も気に入るはずだよ。神社？どこ行ったの？
ラミッドのトレーニングの準備はできてる？サムチン、ジンジャーはミイラなんて好きじゃないのよ。ばっかりだな。ミイラやピラミッドはどうだと思う？サムチン、わざわざエジプトに行く必要はないわ。ジンジャーが絶対に気に入るピラミッドを知ってるから。迷宮のある本物のピラミッド？こんにちは。今日はジンジャーのために迷宮を作ってみるわ。エジプトのピラミッドだよ。巣って最高だよね。6階建てで、それぞれの階にはいろいろな障害があるのよ。これは何に使うの？大きさがバラバラだけど。これらはピラミッドの土台の部分よ。まずここに穴を開けるの。ジンジャーが他の階に行けるようにしないとね。みんな、この部分は大人の人に手伝ってもらってね。じゃあ次はいろんな色に塗ってみましょう。前に作った迷路覚えてる？ジンジャーは大好きみたい。餌を食べるために入るみたいだけど。うん、見てサムチン、土台をペイントしてみるわ。でも安全保護具をつけてからやってみてね。こんな感じで違った色を使ってみてね。オッケー。みんなも保護手袋をつけるのを忘れないでね。見て、砂みたいでしょ。すごくない？すごい、本物みたいね。僕はインテリアの天才だからね。それにすごく謙虚。じゃあ組み立ててみよう。簡単なものから始めてみよう。4枚の三角形の段ボールはピラミッドの側面になるの。こんな感じ、気をつけて。なにこれ、窓？ピラミッドには窓はないはずだよ。でもピラミッドの中で神社の様子を確認するためなのよ。よし、最後の窓を接着しないと。待って、神社のために入り口を作らないと。そうね、忘れるところだった。この線に沿って小さなアーチを切り取って。ここは大人の人に手伝ってもらってね。入り口を飾っておくね。はい、サムチン。見て、最高でしょ。次の階に行こう。サムと一緒に迷宮の壁を切り取っておいたわ。ピラミッドの内側の壁と外側の壁よ。終わったやつ、壁を取り付けよう。完璧。内壁から始めるね。他の階も同じようにやってみて。これ作ってくるから待っててね。次は外側。すごく簡単でしょ。本物のピラミッドみたいに斜めに取り付けてね。もう一つできた。じゃじゃーん。サムチン、他の階はどうなったの？もうすぐできるよ。僕が 100% を尽くすって知ってるでしょ。疑ってなんていないわよサムチン。あなたの最大のファンなんだから知ってるわ。この階ではジンジャーに難関を用意してあるの。虹のトンネルよ。誰か虹って言った？サムチン、それはスリンキーの色よ。みんなもスリンキーを持ってる？うわぁ、ジンジャーも絶対に気に入るはずだよ。これはピラミッドの次の階。複雑な道を作ってみるつもり。これを作っておいたよす。本物の石みたいでしょ。頑張ったじゃない。サムチンはいつも最高なアイデアを思いつくわね。ジンジャーがとっても羨ましいわ。みんな、3階にもいろんな障害を作ってみるわ。それぞれの名前が思いついたらコメント欄で教えてね。ジンジャー話してよ。これはおもちゃじゃないんだから。もういたずら好きだな。アイス？ありがとうサム。ジンジャーは退屈しちゃってるけど、もうすぐできるからね。ストロー同士が近くなりすぎないように確認してね。これが最後よ。できたわ。サムチン、次は何？はい、ボールをたくさん持ってきたよ。オッケー、できた。この部屋からは簡単には出られないはずよ。なにこれ、目に見えない壁なの？違うわ、目に見えないトンネルなの。3つ作るわ。見えないの？神社は通り抜けられるかな。心配になってきたよ。心配しないでも大丈夫、うまくいくから。このパーツを切り取っておいて。はいはい、神社に気をつけるように言っておかなきゃ。トンネルが壊れないように両側を補強しないとね。
できたわ。各トンネルに2つずつ合計で6つつけてみて。できたよ。早くトンネルを見てみたいな。もうすぐだから急がないの。しばらく押さえておいて。ちょっと難しすぎるんじゃない？キンちゃんにできるかな。もちろんよ。この回の最後の障害よ。板は壁に対して斜めに取り付けてね。こっちは高くして、その前は低く。やった、3階は完成。見て、サムが必要なものを全部作っておいてくれたの。うん、僕は段ボール迷宮の王様だからね。そうね、サムチ頑張ったわね。前の迷路でも頑張ってくれたことだし。そうだよ。みんなはハムスター用の5階建ての迷路の動画を見た？見てなかったらこの動画のリンクをクリックしてね。あれ？どこだ？あ、あった。それと、新しい動画を見逃さないようにチャンネル登録してね。なんてこった。ふう、もうこの回終わっちゃったの？まだよ、サムチン。この回には他のものもあるの。それ、何のこと？すう、この階には、じゃーん、クモの巣があるのよ。うわぁ、クモも喜ぶはずだね。本物のクモの巣じゃないわよ。ジンジャーは喜ばないはずよ。じゃーん。僕が試してみてもいい？いいわよ、サムチン。その間に次の階の用意をしておくから。すぅすぅ、抜けられたけど困ったことになっちゃったよ。サムチン。ありがとう。そういうことか。仕上がりを見てみよう。とうとう最後の回を作る時が来たわ。早く神社を入れてみたいわね。神社はこの回では苦労するはずよ。ピラミッドの宝物が隠されてるからね。誰が宝を守ってるか知ってる？ぐわー、簡単には宝物を渡さないぞ。ジンジャーが怖かったらどうするの？じゃ、ジンジャーがこの迷路をちゃんと通り抜けられるようにしないとね。大好きな餌を宝物箱に入れてと。これで宝物箱は準備完了。ミイラの準備完了だよ。できたわ。全部組み立ててみよう。レッツゴー。はあ、綺麗だな。ハムスターを入れてみよう。頑張って、ジンジャー。いいスタート切ったね。スリンキーが気に入ったみたいね。はい、次の回。いけ、神社行け。なんだかヘビみたいだね。そうね。頑張って、大丈夫よ。黄色の階に入ったよ。困ってるみたいだね。頭がいいわね。見えないトンネルに気をつけて。ああ簡単だったみたい。ジンジャーは黄色の階を通過。やった、あと2階よ。頑張れ。そっちじゃないんだけど。はあ、戻っちゃった。で
もそのうちにわかるはずだよ。やったー、ついに最後の回、宝物の匂いがするはずだよ。勇敢だな、ミイラを全然怖がってないよ。もうすぐよ、神社。やったー、はい、頑張ったわね。でも、まだ脱出はしてないよ。ミイラが大好きみたいね。神社、そろそろさよならの時間ね。ピラミッドの迷宮どうだった？もっと見てみたい？高評価して新しい動画を見逃さないようにチャンネル登録もよろしくね。じゃあエジプトに行ってくる。バイバーイ。何？エジプト？ハム？掃除もオッケー。なんてこった、ご飯が足りないよ。こんにちは、みんな。お騒がせサムを見た？時間がないよ。サム待って、ご飯は十分よ。週末家を空けるだけでしょ。君を残していくなんて。サム、洪水と地震とゾンビの大発生に備えるため1年分の食料を蓄えるなんて無理よ。そうだ、君天才だね。もう1本目のバスには間に合わないわね。みんなこんにちは。新しい工作を始めるわよ。サムのおかげでハムスターの避難所を作ることになったの。何があるかわからないから用事に越したことはないでしょ。みんなご機嫌はいかが？はいはい、わかったわ。でも面白い工作になるはずよ。まずは入り口。サムは絶対深い入り口にしたいんだって。何があるかわからないでしょ。階段はそんなにないしね。そうよね。ドアに着くまでにハムスターが疲れちゃいそうだけど。階段で体を鍛えるんだよ。そうね、サム。次は小さな歩く歩道を組み立てましょう。みんな、歩く歩道って知ってる？知ってるよ。歩道が動くんだよね。美術館にあったよ。そうそう。歩道を動かすのには丸い筒を2つ使うの。金槌を使うときは気をつけて。ほら、早く動くでしょ。歩く歩道にぴったりよ。あら、サムチン、それ組み立ててくれたのね。大事なペットのためだもの。どうしてるか見てこよ。サム優しいのね。いつもペットを気遣ってるの。みんなはペットを飼ってる？飼ってる人は高評価してね。うわっす、僕がいない間に結構進んだね。ハムスターはどうしてる？いつも寝てるよ。でも心配だからご飯をいっぱい用意することにしたよ。いいじゃない。でもあなた、私たちの食べ物の棚も空にしてない？工作手伝うよ。今何をしてるの？危ない、床に穴があるよ。ありがとう、直さなきゃね。歩く歩道ができたわ。ちょっとテストしてみる？やった、動くね。でもこれどこに行くのさ？避難所の安全なドアに行くのよ。でもさ、ドアがないじゃない。それじゃ全然安全じゃないよ。大丈夫、ちゃんと用意してるわ。見て、これが入り口よ。でもハムスターしか通れないの。ルーブル美術館よりすごいね。ふわふわのハムスターしか通れないなんて。安全のために壁に特別な識別システムをつけるのよね。仕組みは秘密よ。パスワードがないと入れないの。じゃーん。なんてこった、すぐ SF 映画みたいだね。結構すごいでしょ。すぐ、システムは神社をどうやって識別するの？このカメラを使うの。やばい、鳥肌が立ってきちゃった。もっと鳥肌が立つわよ。殺菌コーナーを作るから。待ってよ、何コーナーだって？殺菌よ、サム、覚えてる？バイ菌一つでも避難所には入れないの。マスクをつけて作るの？うっしゃん。
あら大丈夫？殺菌するのは後よ。今はこの壁を飾るのよ。あなた得意でしょ？飾りなら任せて。みんな早すぎて見えないと思うよ。ふう、早くやると疲れるよ。見えなかったでしょ？ええ、何秒か見失っちゃったわ。スー、床の素材が間違ってない？穴だらけだよ。これで通気するのよ。だからこの素材なの。やばい、すごい技術だね。この家の廊下にも欲しいね。あなた吹き飛ばされちゃうわよ。みんな、チャンネルはこのままね。さあ、殺菌システムができたね。あなたって優秀なエンジニアね。私はドアと天井をセットしたわ。あと一つ大事なことがあるの。細菌とかバイ菌を殺す特別なライトよ。もう作っておいたよ。簡単だね。このランプがあればハムスターが無事だよ。もっと安全にするために飛散防止ガラスで壁を強化するの。そしてこれは屋根の飾りよ。この部分の機能は最後のテストでわかるわ。避難所の部屋を作りましょう。1階には何を置いたらいいかしら。何か言った？考え事してて。あら、サムチン、確かに食料貯蔵庫がいるわね。大きいのが。スースー、すごいもの見たくない？目を閉じて。覗いちゃダメだよ。覗いちゃダメだって。わかったわよ。あと1秒。開けていいよ。じゃーん。うわー、サムチン、びっくりしたわ。悪くないけどちょっと暗いよね。色を塗ろうか？ええ、そうね。これを使いましょう。シャンデリアの完成。電球を持ってきたよ。もう追いつけないわ。頑張ってみるけど。シュー、これだと明るすぎるんじゃない？そんなことないわよ。温室を作るから野菜が育つにはたくさん日光が必要なの。でも日光はないから電球の光を使うのよ。そうだよね。ハムスターは新鮮な野菜とビタミンが必要だもんね。避難所には上の階も作るからエレベーターがあったら楽よね。ハムスターが移動しやすいようにね。うん、階段だったら時間がかかっちゃうよね。メモしておいて。ここにはドアじゃなくてバリアを取り付けるの。貯蔵庫に食料を入れて。あとは天井をセットしたら1階は出来上がるよ。ゆっくりね。よし。ジム？休憩室？選べないよ。選ばなくていいわ。両方作りましょう。うわー、やった。みんなは家に何の部屋が欲しい？僕はチョコレートの部屋がいいよ。さあみんな、すべて計画通りよ。この仕組み見て。何があるかは今は秘密よ。座りやすいソファーと図書館。ここはサウナとジムよ。そしてこれはハムスターのダンベル。あとはライトのテストをしましょう。それで2階は完成。わあ、いろんな色があるんだね。最高。ディスコみたい。タッタータラッタン、みんな踊ろう。ごめん、気が散っちゃった。いろいろ見逃しちゃった。大丈夫よサム。あなたのおかげで楽しいゾーンを作ることを思いついたわ。ミニバーよ。ほら見て、このバーテンダー。ふん、僕のミニバージョンだね。いいじゃない。これでジンジャーが寂しくないね。遊んだ後は気持ちいいベッドで寝るの。僕らみたいに机で工作をやってもいいよね。楽しそう。でもハムスターは壊す方が好きよ。うん、お寿司屋さんは大変なことになったよね。ここが最後の階よ。これが天井。みんな、避難所ツアーをやろうよ。楽しいものがいっぱいだよ。1階はとっても大事な食料貯蔵庫だよ。僕がちゃんと長持ちするようにしておいたよ。電気をつけたらもっとよく見えるね。ここでは新鮮な野菜を育てるんだ。ビタミンたっぷりのハムスターの大好きなブロッコリーだよ。運動も大事よね。サム、上出来よ。いろんな種類のダンベルがあるのね。ありがとう。そしてここは広々としたリビングだよ。サプライズがあるから後で見せてあげる。羽のベッドの代わりに細かく切った紙。そしてライトで居心地いい雰囲気ね。一番大事なのはミニバーだよ。僕がバーテンダーだしね。みんな気に入った？気に入った人は高評価して。
あ、心配だよ。ジンジャー喜ぶかな。す、まだ？今行くわ。ジンジャー探検よ。さあ出発。ジンジャーいい子だね。君のために作ったんだよ。階段に気をつけて。歩く歩道に乗ったわ。大丈夫よジンジャー。さあ行くわよ。カメラはジンジャーを認識するかな。大丈夫、焦らないで。やった。ね、言ったでしょ。この防犯システムすごいね。君って天才だよ。見て、通気コーナーよ。そよ風みたいで気持ちよさそうよ。ジンジャー、ちゃんと殺菌しなくちゃね。あとちょっとだよ。じゃーん、避難所へようこそ。全部一度に食べちゃダメだよ。長くいられるように僕が計算しておいたから。音質をチェックしてるわよ。よく見えるようにライトをつけて。ほら、ブロッコリーを見つけたよ。絶対食べるよ。ところでみんなもブロッコリーって好き？ジンジャーは大好きだよ。リンゴやコーン、他にもいろいろ好きだけどね。イヒヒ。お腹がいっぱいになったから他の部屋も探検するみたいね。大丈夫よジンジャー、入ってみて。あ、エレベーター、心配だよ。なんで？安全にできてるわよ。それにジンジャーは勇敢なハムスターよ。そうだね、大事なジンジャーだから心配になったんだ。さあ、運動する？今日は運動はしないみたいね。スー、みんなに秘密を教える時だよ。そうね、じゃーん。ジンジャー、緊急事態の時に役立つ道具よ。あんまり興味ないみたいだね。いいわ、次の階に行きましょう。バーを壊しちゃダメだよ、絶対に。サム、大丈夫。次の部屋の方が好きみたいだから。そうだね、寝心地がいいベッドだもんね。さあ気が済んだ、早く行きましょうよ。わかったよ、これで安心だね。みんな、今日の工作面白かった？コメントで教えてね。高評価もね。うわっそ、いっぱいいいねがもらえたよ。ハートでいっぱいね。みんな、チャンネル登録よろしくね。私たちはバスに乗らなきゃ。またね。みんな、またね。けどな。こんにちは。こんにちは。今日はこの可愛い子ちゃんのためにクラフトを作るわよ。準備 OK？ 早速始めよう。まずはベルトコンベアの台から設置していきましょう。下の部分に糊をつけるの。こうやって慌てずにゆっくりね。全部切り取れたよ。はい、あげる。あら、サムチン頑張ったわね。今のうちに寿司用語を覚えておこう。知ってる言葉があったらコメントで教えて。サムチン、この動画のために寿司用語を暗記したのよ。雰囲気が出るでしょ。簡単だったよ。普段は使わない言葉も多かったけどね。じゃあ賢いサムチン、漢字で寿司って書けるかしら。ちょっと念のため確認してくる。はいはい、その間に台の部分が完成したわ。次に横の壁を作りましょう。ホットグルーは熱いから気をつけて。少し固まるまで待ったら壁を取り付けるの。漢字はわからなかったけど見て。わあ、サムチンすごいわ。
どれどれ。あら、完璧ね。組み立て終わるのが楽しみ。僕も楽しみ。何をすればいいの？真ん中にペアリングをくっつけるの。小さな歯車も上につけて、同じサイズのものをもう一つね。何個か作りたいんだけど、サムチンできる？すぐに作れるよ。ペアリングを車輪にくっつけて、ダブルギアも組み立てたわ。サムチン、早くできたわね。次に、この場所に歯車を固定するの。印をつけておくと簡単よ。ベルトコンベアの設置から、糊をつけて、軽く押したら完成。早くできたように見えるけど、実際には10倍時間がかかったんだよ。私たちはよくギアモーターを使って機械を動かすの。仕組みは知ってる？ちなみに9月に電動鉛筆削り機を作ったの。リンクをここに貼っておくわね。みんな見てみて。人気の高い動画よ。次にモーターに電線をハンダ付けするの。道具が熱いから大人に手伝ってもらいましょう。この電線がモーターの電源につながってるの。これが機械の電源よ。はいはい、見せたいものがある。このボタンで機械を起動させたり停止することができるんだ。もう少しで準備完了。はい、サムチン、糊を持ってきて。ねえ、意外と僕すごいでしょ。サムチン、早く。やばい、糊はどこだろう。みんな、この機械をテストしてみたい？スイッチをオンにして、これでオフになるわ。早速回転寿司につなげてみましょう。よく見てて。串を3本くっつけるの。1つは中心部分で、もう2つは歯車の真ん中よ。うん、この筒切るのが難しかった。スー先生、次は？筒を大きな歯車につけるの。準備はいい？できた、簡単。いいわね。次に台を串に直接つけて設置しましょう。大きな台を上からかぶせたら完成よ。す、なんか足りないと思う。分解しなきゃいけないかな。サムチン、大丈夫よ。でもそうね、ベルトコンベアが足りないわ。ん？完成！お披露目タイム！ 3、2、1、じゃじゃーん！みんな、回転寿司はできたけど、見て。場所が空いてるの。スペシャルゲストのために癒したっぷりな廊下を作りましょう。この段ボールを使っていくわ。さて、まずは巻き巣を壁にくっつけるの。ちょうどいいサイズに切っておいたわ。はぁ、家の中に庭園が欲しい。神社はラッキーだな。はいはい、嫉妬しないの。ほら、手伝って。もう、スーは厳しいんだから。庭作りにはコツがあるの。まずは、周辺に竹を植えるわ。一本ずつ。フェンスの端までね。なんでこんなに石が必要なの？石があると日本庭園の雰囲気が出るの。ほら。レストランだからトイレが必要ね。神社のために作ってあげましょう。美味しいメニューが揃ってるからね。みんな、どうしたら快適なトイレが作れるかな。わかった。和式は？ボウルにたくさん石を詰めて。いいアイディアね。調子はどう？もう少しで美味しい夕食が食べられるわよ。
最後の仕上げ完成。あとは全部つなげるだけよ。廊下をつなげるの、慎重に。早く飾り付けがやりたいよ。はい、出来上がり。飾り付けはどうする？提灯が必要。それもたくさん。照明にはこのライトを使いましょう。軽いから使いやすいの。そう思わない？しっかりとつけたら素敵ね。提灯の方はどう？とっくの塔に終わったよ、スイちゃん。ゲストをお呼びして。あ、ようこそ。ハムスターのためのお寿司屋さんがただいまより開店いたします。いらっしゃい、どうぞ。見て、すごい匂いを嗅いでる。あ、最初のお客さん、緊張する。テーブルはそっちよ。ああ、反対方向に行っちゃった。どこに行くの？ああ、僕の大切なお花が。慣れる時間が必要みたいね。トイレに興味津々よ。そのボタンなんだっけ？止まっただけか。完全に破壊モードに入ってるわね。落ち着きがない。そうね。こっちにおいでよ。ほら、美味しいご飯を用意したよ。完全拒否ね。トイレから出てきたのはいいとして、もっと欲しいって。えへん、やっぱり僕は料理上手。で、お皿は食べちゃダメだよ。そうそう。お味はどう？こんなに美味しいもの初めて食べた。迷っちゃうわよね、わかる。さすがにそれは予想していなかったわ。やばい、体操選手みたい。まさか最初のお客さんでこんなに破壊されるなんて。暴れん坊。動物の本能が目覚めたのね。お寿司に何を入れたの？あー、僕のせいじゃないよ。ほら、エネルギーで溢れてる。まあ、いっか。満足はしてるよね。喜んでもらえれば僕は嬉しいよ。小さなお友達のために頑張るのもいいわね。みんなも楽しめた？動画の高評価とチャンネル登録をよろしく。あ、あとベルの通知もオンにしておいて。それじゃあまたね。みんなバイバイ。そう、僕が最後に話したかったのに。おお、お皿が飛んできた。何が起こってるの？そろそろ片付けないと。またお会いしましょう。
トッツが怖がってるから。僕は無敵のスーパーサム、お姫様を救うトレーニングだよ。何のお姫様？リアル版スーパーマリオ。あ、どうして君にはいちいち説明が必要なのさ。リアル版スーパーマリオか、それって素敵。テイタートッツのために新迷路を考えてたところだったの。僕のアイデアはいつも素敵だよ。こんにちは。今日はテイタートッツのために面白いものを作るよ。サムチンどこ？どもども、誰だと思う？どうしたのよ。世界で一番有名な口ひげの男を知らないの？アインシュタイン？チャップリン？それ誰？違うよ、世界初のゲームキャラ。みんな予想をコメント欄に書いてね。わかった、マリオ。いかにも。ヒゲだけで当てるのは難しいわね。みんな見て、このモデルに応じていろんなサイズの箱を6つ作るのよ。慎重に組み立ててできた。簡単。これが全部の部品。ただの段ボールだけど、すぐに。マリオの好物はピザとスパゲッティが好きだって知ってた？変なチョイス。え？サムはピザとスパゲッティが好きじゃないの？ああ、何これ。マリオが飛び乗るブロックとプラットフォーム。でも何か欠けてない？何かしら。魔法に注目。キュー！じゃーん！カッターの使い方を覚えてる？覚えてるよ。スーが怪我しないように僕が気をつけてるんで。ありがとう、サムチ。頼りになるわね。安心だわ。できた。いろんなサイズの階段のブロックを何個か作るのよ。事前に2つ用意しておいたの。サム見て。あー、無理。ちょっと緊急事態。サムチ、サムチ、いつも何か起こるのね。止まってる暇はないの。面白いことがたくさん待ってるんだから。バックグラウンド完成。ブロックに色を入れるの。こんな感じ。スプレーペイントの際は作業スペースを保護してね。鮮やか。気に入った、サムチン。サム、お気に入りのステップよ。サムチン、どうしたの？僕のヒゲが事故にあってノリで直そうとしたんだけど、取れなくなっちゃったの、永遠に。どれどれ。あー、痛い。どうにかしてよ。いつか自然に取れるかも。取れないよ。怒っちゃったみたい。元気づけてあげないと。みんないい考えはある？コメント欄で教えてね。僕のセンスが絵の具を使った方がいいって言ってる。あなたのセンスはいつも正しいわね。いいね、僕もやりたい。もちろん、サムチンが元気になるのね。僕いつも元気だよ。よし、サムが色を塗ってる間に私はマーカーで仕上げるわ。大丈夫よ、全部計算済み。パイプはもうすぐ完成よ。僕が色付けてもいい？もちろん。どの色がいい？超明るい緑。完璧。どうぞ。すぐ終わらせるから。その間に迷路作りといきますか。どのブロックも決まった場所があるの。迷路は複雑でないと。じゃないと意味がないでしょ。みんな迷路は好き？そうなら高評価してね。素敵な階段も忘れないように。こっちも完璧。素敵なパイプもね。ナイス。置いておこう。あ、君に特別な任務があるの。おお、面白いですな。私が迷路の壁を組み立ててる間にやってね。サムチ？おっと、そう、僕が作ったの見て。任務は、ほぼ完了。ゴミも任務の一部？うん、名付けてマリオの放送キングダム。
片付けて普通のマリオの迷路を作ろう。わかったよ。どんな迷路にも壁があるの。そうしないと意味がないでしょ。壁ってことは入り口と出口もあるの。そうしないと意味がないでしょ。サムチン。よし、設置しましょう。入り口、そして出口。次の重要部品は迷路のための磁石の固定具、4ついるの。一番上と一番下。うわ、素敵。リアル版スーパーマリオがほぼ完成だ。ふう、どこ行ったの。サムチン、あれ、私が助けてほしいときにいつもいないんだから。サム、こっち。僕、スーのこと探してたんだよ。ねえ、マリオはゲームのグラフィックで見栄えがいいって理由でヒゲを生やしてるんだって。ってことは、ヒゲはそんなに大事じゃないんだ。みんなマリオに関する面白事実知ってる？コメント欄で教えてね。セイタートッツが呼吸できるようにドリルで穴を開けたの。完成。いい出来栄え。サムチン、これで完成。これで僕もマリオ。でも入らなくて正解。頑張れ。うん、毛づくろいに最適のタイミング。セイタートッツ、お城に行かないと。ああ、頑張れ、できるよ、信じてるから。セイタートッツ、セイタートッツ、セイタートッツ。僕がゲームしてる気分になってきた。私もそう思う。テイタートッツも楽しんでるみたい。もう少しだよ。テイタートッツ、テイタートッツ。わあ、よくできました。みんな、チャンネルを登録して高評価してね。サム、テイタートッツを楽しんでみた。サム、しまった。高評価してね。バイバイ。